作戦金。どうもどうも、オクチャンネルだー。今回なんですけども、ワンピースクラッチでございます。で、はい、今回なんですけども、こちらでございます。はい、来ました、ワンピーススクラッチ、ひばりでございます。縦横斜めですね。で、このひばりね、結構、あ、ここ絵にするんだと思って、ちょっと僕は驚いているんですけど、意外とこう登場が少ないよねっていうね、感じのキャラクター。まあ、海軍のね、女の子なんですけど、一応、今回縦横斜めでございますから、ザ・スクラッチと言わんばかりの、ここですね。ここを、まあ、縦3本、横3本、斜め2本のですね、まあ、要は8本あたりの、ラインがあるよと。いうところなんですよ。で、まあ、要は基本その、どっか一列で綺麗に、同じ絵柄が当たれば当たりですよと。で、1等が500万円、2等が5万円、3等が1万円、4等が2000円、5等が200円となっております。で、今回は、こちら全国自治でございまして、これね、ごめんなさい、見えにくいんですけど、550万通り11億円売り出されております。で、そのうち1等が11本ですね。なので全国で見たら、非常に少ない方ではあるんですけど、まあ、まだ10以上あれば鬼畜じゃないかなというところですね。で、今回こちらに関しましては、袋入りを買えば、なんとマットが3本、出ますよというお約束時の最低保証3でございます。はい。で、まあ、縦横斜めってね、基本的にはま、本当に削りやすくて、ザ・スクラッチみたいな感じなんですよね。結構いろいろこう種類ありますけども、まあ、複雑じゃなく、かつ期待度も高いという、僕はものだと思ってますので、まあ早速ね、もう削らんとわからないので削っていきたいと思います。作戦金。はい、行きましょう。まずは1枚目でございます。いきます。そう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 、まあまあまあ、縦横斜めなので気楽に行きたいなというところではあるんですけど、実際どうだろうな、これわからんな。あ、これはちょっと臭いな。わからん、まあ、臭すぎる。マットはないですね。で、このカモメのマークがあるので、これが出たら500万円だよということで、いきなり出たら面白いですね。まあ一応ここのリーチと、あと横ですという形でございます。いきます。おお、ほほほほほ、あー、1等ですね。はい、ではいきます。どうだ、まあまあこんなもんですよね。最初はこんなもんです。ありがとうございます。残念です。あの、お決まりのありがとうございますです。はい、では行きましょう、2枚目。ちょっとなんかね、ごめんなさい、削りにくいので、この辺で行きたいと思います。行きます。いや、縦横斜めがね、一番だ、なんかザ・スクラッチって感じするし、僕がまあ自分の中で代表作だと思ってる、ウルトラマンスクラッチも、あれ確か縦横斜めだったので、気持ちいいあたりは、来たら嬉しいなっていう。特にまあ、本当は1等欲しいんですね。2等とかでも全然いいですね。はい。で、リーチなしでございますので、ここだけでございます。いきます。お、怒り。ここもちろん怒りでしょ。そうそうそう。これはね、そうなんですね。で、おそらくなんだがカモメ来そうですよね。はい。いきます。当てさせんといて。寒いって。当てさせんといて。お願いします。はい。ダメです。もうそう、結構ね、外れを当てるっていうのは悲しいものがあるんですよ。はい。いきます。3枚目。当てさせんといてですね、本当に。で、一応、縦横斜めシリーズでございますから、大体マットをね、これ、肉のマークじゃないですか。で、これ真ん中来てるし、ここ来てるから、おそらくこれ来ますね。はい。では、行きます。来ますよ、おそらく。おそらくね。はい。行きます。ありがとうございます。敵中の、あたりです。200円。ありがとうございます。とりあえず200円って感じですね。まあ、坊主になってると辛いので、はい。まあまあ3枚ですから、これぐらいのペースじゃないっていうところですね。では、行きましょう。4枚目です。行きます。さあ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 。まあ1等来たら一番いいんですけどね。で、一応この動画ちょっと時間的には遅くなってると思うんですけど、3連休の、まあ日曜日に出してると。で、月曜日もお休みなので、月曜日も動画出す予定にはしてます。はい。お、いいですね。スリーリーチの時来たことないんだけどね。はい。とりあえず、一番下の方から行きたいので、怒りですかね。怒りですね。で、これ、ショットガンは、その次。で、最後、あれですね。あー、ちょっと待って、これ、こ
俺多分ここ地図来るんだよな。ここ地図来たらほぼ地図確定じゃない？あ、肉？いや、積んだよ。いや、そう、多分ここ、あー、そっちか。そっちから行ったらよかったですね。これ、3本リーじゃ、まあ、ほぼ来ないでしょうと。もうこれはもう結構歴代やってるんで、これ間違いないと思いますよ。はい、いきます。これ5枚目ですかね。いきます。3本リーチはね、まあ、大体来ないし、まあ、来たとしてもダブルリーチじゃない？ 3 本リーチでほぼほぼ来ないよっていう感じです。おー、いいですね。1頭のリーチと、で、ここも何かあるかもしれない。いきます！あー、でもこれわからんな。これもし来るとしたら、一番嫌なのはショットガンの絵柄かな。いきたら嫌だな。いきます！いやいや、もうこのキャリアの深さがわかるよね。どんだけお前スクラッチやってんだよっていうね、感じがめっちゃわかるよね。まあでも本当にね、宝くじ、僕実際この YouTube がなかったら多分宝くじずっとやりますみたいな感じってほとんどないんですよ。だからそのいい経験させてもらってるなと思ってます。あのスクラッチも、ウルトラマンスクラッチ2等から始まって、で、ワンピースの宝くじでも1等当ててますし、おでんでね、50万円ぐらいですけど、で、ミニロトでも1300万ぐらいですかね。まあ、クレバー先生とのコラボで当てさせていただいてるので、なかなかやっぱりこう、1等をね、こう、人生で何個か取りましたって方多分少ないと思うんで、まあ、もちろんもっと上はいると思うんですけど、なんかすごいありがたい経験させていただいてるなと思ったら、やっぱまあその、要は、きっかけですよね。が YouTube っていうのが、なんか面白いなと思って、なんかもうその何でもやるきっかけって大事なの。宝くじいきなりやりますって言っても、もちろん、こう、お金使うだけじゃんみたいなとか、まあみんなに見てもらえないじゃんみたいなとかもあるんで、まああと一緒にやろうよっていう友達誘っても多分、いや、いいわってなるから、そう考えたら、こう、見てくださってるね、視聴者さんともお付き合い長い方もいれば、まあ最近見ていただいてる方なんかもいらっしゃると思うんですけど、まあ本当いい出会いもいただけてるなというところでね、なんか貴重な体験してるなと思ってます。はい、では続きいきます。いきます！そう、だからまあ何でもそうですよね、大谷翔平さんですら、まあすごい記録持ってますし、まあ最近もね、まだ全然快進撃続いてるんですけど、やっぱりメジャー行って、今のドジャースかな、ごめんなさい。ちょっと僕野球詳しくないですけど、じゃない、前のね、チームの時って、入った時って、何年間か、結構本当中津飛ばって故障みたいな感じっていうのを、まあ、動画で見たんですよ。でも今、そこでくじけずやれてるっていうのは、すごいことだなと思うんですけど、何でもやっぱこんなやり続けるっていう、モチベーションを持ってないと、やっぱ厳しいなと思うんですよね。仕事もそうですよね。だからそういうのを、やっぱりこう、何か、こうね、ふつふつとするこう執念みたいなものがあるんだったら、こう1個のことじゃダメだなと思ったら、まあ別に2個掛け算してもいいわけじゃないですか。例えば僕だったら YouTube かける宝くじですけど、で大谷翔平さんで言ったら、まあもちろんその夢プラス海外みたいな、こうあるじゃないですか。まあ多分夢の比率めっちゃ高いと思うんですけど、僕1個じゃ無理なんで、まあ2個足し算し掛け算してますけど、そういうきっかけでもいいと思うんですよね。はい、で、おそらくこれきますね。はい、いきます。あっつあいや、これベタゲーだな。もうちょっとここ削らないです。はい、ありがとうございます。まあ、なんかバランスよく出てますね。はい。では、行きましょう。ちょっと最近、1万円とかがご無沙汰なので、そのあたり結構個人的には取りたいんですけど、当たったな。ありがとうございます。はい、これで最低保証の3枚をクリアしたので、あとまだ言って3枚ございますので、この3枚でどこか大きいの取れたらいいよねっていうところでございます。いきます。まあまあまあ、肉はもういいんですよ。あ、これ3リーチ来そう。あ、違った。あ、そう。だからさっき言ったようにダブルリーチは嘘くさいんだけど、あ、ごめんなさい。トリプルリーチは嘘くさいんだけど、ダブルリーチあるんじゃない？まずここ潰しましょう。ここない。ここないですね。はい。ちょっとかっこいい。いけ。おお。いや、香港といてほしいな。え、でもこれ来たら500だからね。すごいよね。スクラッチで500やばいな。いきます。はは無理。無理です。無理なんです。勘弁してください。無理なんです、これは。
500とか、そう、あのスクラッチで多分100万単位取れたら同じだと思いますよ、本当に。まあ50万も別にね、あの簡単だよとは言わないですけど、やっぱそのどのラインが同じってなったらやっぱ100とかじゃない？ 300、100、500、500なんかめっちゃ多い方ですよね。いきます。だからまあ今年ワンピーススクラッチで1等当てさせていただいてるので、まあ今年はないかなと思ってるんですけど、逆に言うと乗ってる時に取れたらめっちゃ気持ちいいじゃんっていう話ですね。で、これちょっとこれ来てほしいんですよね。2000円、まだ2000円の当選金、の金になってからまだ1回しか取ってないんで、ちょっと取りたいですね。はい、じゃあ真ん中まず行きましょう。これもシンプル、まあ、だどっちか本出るんでしょうね。どっちか、ね、こっちから行きます。あー本ね、あいやまあ本でも、本というか地図ね、地図でもいいんですけどね、3等なんで。ただ一応ダブルリーチ。え、これは出してほしいな。一番嫌なの何？当たることを期待しよう。はい、いきます。バカかよ。ちょっとマジハメてる。マジハメてる。だいたいこれ、これ典型的だと思うんですけど、まあどっかラインを揃えてくるんですよね。こことか、こことかで、まあ、一個外しあるんですけど、こことかね。っていう感じですね。大体、まあ、縦横斜めってそういうもんですよね。はい。では、行きましょう。最後だ。頼むぞ。いきます。最低保証は越したい。やっぱそこ、今、だから2000円のやつ結構確率がめちゃくちゃ高いんですよね。だから1万円とか、確か10万円買って、とかのパターンもあるんで、うわー、これ渋いなー。ショットガンリーチですね。で、あと下何出るかなっていうところですね。はい、ちょっとショットガンか。いきます。まあ、そうだよね。あー、うわ、怒り。あ、違う、ごめんなさい。3リーチだ、これ。あ、3っていうかダブルか。ダブルだわ。ちょっと待って、1等と2等。どっちって言われたら1等でしょ。はい。いきます。だと思った。